あ皆さんこんばんは大友直人です。えー、来月ですね12月、えー、頭にセンチュリー交響楽団と合唱が東京混声合唱団というあの日本でも数少ないプロフェッショナルの合唱団と一緒にセンチュリーさんとは大工は初めてだと思います。とてもあの楽しみにしている公演なので、えー、ぜひあのいらしていただければと思います。 12月というともう本当にどこでも大工「大工なんですけれども、えっと、今回のこの「とい豊中で行う「大工の魅力の一つが、まあ、あのプロのオーケストラ東京盆声合唱団と一緒にやるというのが一つのまあ差別化が図られているのかなと思うんですけれどもまずあのマエストロにとってこの「大工というのはどういう作品になりますでしょうかね指揮をしていく随分指揮はされているんでしょうか はい、あのおかげさまで日本人の指揮者はおそらく世界で最も大工を指揮するチャンスが多いあの指揮者たちだと思います。あのご存知のように、まあ、欧米ではっていう言い方は私はとても嫌いなんですけれども意外に大工の演奏頻度というのはそう高くないようでしてやはり特別な機会 あるいはあの大晦日ですとかねそういう時に演奏される以外はなかなか演奏されないので、えー、日本はそれこそ戦後らしいですけれどももう本当に12月にたくさんの大工のコンサートがあるおかげさまで私も20代の頃からまあカウントをねしておけばよかったなと思うんですけれどもあの何事もそうですけども数をやればいいっていうものでもないので。 あのこれはね毎回毎回、えー、でも素晴らしい曲なのであの自分もやりがいのある、まあ、大工演奏できるとあのそれだけで、えー、やはり嬉しいですねあの大変だという思いと嬉しいといいいととう思両方ございますあのやはり大工の魅力ということを語っていただこうと思うんですけれども交響曲に、えー、と合唱が入るという。 その合唱4楽章に出てくるわけですけれども「あの大工の喜びの歌」というのをご存知の方であのそれがあるので聴きに行こうと思ってコンサートに行っても延々出てこないとで待てども待てども全然知ってる曲がないということで寝,寝てしまってふっと目が覚めたらあのみんなが歌っていたという話をよく聞くんですけれども。 この曲、えっ、ー、と一楽章二楽章三楽章四楽章とある中で、えー、と最後に四楽章に楽章が出てくる一から三楽章、これと四楽章との関係みたいな部分というのはどんな感じなんですか。もうちょっと紐解いていただきたいなと思うんですけど。そうですね。あのこれはなかなかあの本当に簡単には語れないあの作品なんですけれども、ベートーヴェンねご存知のようにその大工に至るまでに八曲の あ,の公共曲あと「ウェリントンの勝利」っていう交響曲も書いてますけれども、まあ、いずれもね一作一作が歴史に残るような交響曲でおそらくベートーベンがね一番の交響曲しか書かないでなくなっても歴史に残る交響曲になったと思いますが一番から八番までの交響曲と第九交響曲というのはかなり違う交響曲だと 思います、えー、明らかにその4楽章に至るまでの第1楽章第2楽章第3楽章っていうのは本当に大事な音楽でベートーベンはもちろんこの曲を書くということを自分でプランニングしてからもうありとあらゆることをこう練りに練って 計画をして第一楽章から第四楽章まで書き上げていることは間違いないですけれどもそういう意味でもこの四楽章の構成っていうのは非常によくできていると思いますでもそれよりも先ほどお話しした一番から八番までの交響曲例えばねその第一楽章大工の第一楽章のあの始まりそれからしばらくあの音楽というのは実に ミステリアスというか、捉えどころのない不思議な音楽だと、えー、私毎回思います。あの大変魅力的な音楽ですが、ベートーヴェンのね。8番までの交響曲というのは、まあ,あのどの交響曲でもね。もっとうんと分かりやすい、えー、音楽だと思います。あの大工の第一楽章のような。少なくともあれほど。 えー、ミステリアスな始まりを持った音楽はどこにもないと思いますね。実はあのベートーベンの先生にあたるハイドンとかモーツァルトとかとそんなに年は違わないんです。えー、モーツァルトとは、ね、15歳ぐらいしか違わないこの15歳っていうのは、まあ、子供の頃の15歳は大きいですけれども社会人になりますと15歳違っても同じ時代をねこうやって 生きていいいるととう感覚だと思いますですからベートーベンにとってもモーツァルトにとっても同時代人でそういうことを考えますとそのハイドンとモーツァルトもう素晴らしい音楽家でハイドンとモーツァルトはまた全然違うんですけれどもそれでもベートーベンがごくごく若い頃はやっぱりハイドンのようなモーツァルトのような音楽の空気感っていうのは あったことは事実ですすけけどどこれれは当然だと思いますけれどもでもその後のベートーベンが書いていった音楽というのは明らかにかなり革新的なえそれまでの作曲かが書いてきた音楽とは全く違う音楽を次々と書いていったという意味ではまさに相当の革新的なチャレンジングな創作活動を した作曲家であるということはこれは間違いがないことだと思いますそれともう一つこれはもう皆さんもよくご存知です私自身ももう子供の頃から分かってはいるんですけれども最近ベートーヴェンの演奏をするたびに思うのはこれが本当に耳が聞こえなかった人が書いた音楽なんだろうかということを思うとやはりもう驚くしかありません あのいつ頃から耳が聞こえなくなったかってはっきり分からないんですまあ30過ぎぐらいからって言われてますけれどもまあ40超えたぐらいからは本当に難聴になってもう大工を書いてる頃には全く聞こえなかったことはほぼ間違いがないことだと思いますのでその全く聴力を、ね、失った音楽家が、えー、こういう作品をやっぱり書いたということ自体改めてね ななかなかこれはすごい偉業を成し遂げた作曲家だな,なということはあのやっぱりみんな心に留めておくべき事実だと思いますねそれでそのベートーベンがこの「大工を書いてる頃、えー、実は他の「ピアノ・ソナタ」だとかそれから「弦楽四重奏」だとかいろんな曲を書いてるんですけれども。 あ名作ぞろいなんですがうんと極端な言い方をさせていただくとかななり難解な曲が多いですこれはね聞くのがなかなか覚悟がいる曲で私などもあのたまにしか聞きませんけども聴いてる途中でやっぱり居眠りしてしまったりなかなかねベートーヴェンの「深淵の世界」に入っていくことが難しい。 ような曲もたくさん書いてますそれとまさにベトベのね「大工交響曲」を書いてる頃に同時っていうんですかね並行して書かれてた「ミサソレムニス」という日本語だと「荘厳ミサ」って言いますけどもこの作品も素晴らしい作品ですけれどもこの作品は大工と全然違う曲だと思います。えー、ある意味では、えー、大工の大局とは大のと言わないけれども今申し上げた そのピアノ・ソナトとか弦楽師匠奏とかその頃ベートーベンが書いていた世界観の中にある作品ではないかと私自身は思いますけれどもそういうことを考えますとその時期になぜベートーベンがこの大学高級曲を書いたのかなということをやっぱり考えざるをえないんですね。それでまあこの大学高級曲は言うまでもなくそのベートーベンが若い頃に出会ったシラーの 詩シラ自身とも信仰があったようですけれどもシラっていうのはちょっと我々には想像できないんですがやはりその時代の詩人としては圧倒的なインパクトのある方だったようで今と時代が違いますのでねその詩文学だとかっていうものが多分出版されてそういう活字によって世界に広がって社会に広がっていって。 影響力が大きかった時代の,その詩人とか小説家が持っていたパワーっていうのは多分現代よりもはるかに大きかったんだと思います。でそういう時代に若いベートーベンがシラーの詩に感銘を受けて感動してそしてこの詩にどうしても自分で音楽をつけたい。これは えー、20代前半のベートーベンの激しいい衝動だったみたみですねそれでそれをずっと思い続けてそしていろいろベートーベンの作曲家としての経験を積み作品を残して8番までの高級曲を書いた後に若い頃からどうしても書き上げたかったシラーの詩を使った自分の作品というものをプランニングした時に。 この第一楽章、第二楽章、第三楽章、そしてあの第四楽章に至る公共曲をまあプランニングしたっ計画したということだと思います。本当に毎回驚くことの一つはあの有名な第四楽章が始まりますね。それであの喜びのテーマっていうのが出てきますでしょ。楽を見ていただくとゆもう一目瞭然なんですが。 本当の単私たちが使っているあのオーケストラのスコアっていうのはあのとってもいっぱい全部の楽器は同時進行ですからたくさんのダンスがあって音符がいっぱい書いてあるんですけどもあそこのところは本当の小学校の音楽の教科書の1ページ目みたいなただの5線譜に単線率延々と。 あの喜びのテーマがずっと書いてあってチェロとコントラバスがもうただメロディーを延々と奏でるだけこの作曲をするっていうことは作曲家とととしては信じられないことだと思いこだ思ますあの作曲を始めたばかりの,の45歳の子でもえ書くときにはもう一セーブぐらいなんかピアノ弾ける子だったらなんか音を書きたくなるし書くわけですよね。 それをもう熟練の大作曲家が自分の作品の,あのクライマックスにあたる第4楽章で延々と単線率をねあれだけの長さ書くということはまあこれだけでも,もう圧倒的に誰も考えつかないようなあの発想だと思います。でそれをもう恐れを恐ることとなくパッとその自分のの作品の一番 大事なスポットに持ってくるこのアアイディアこれも先ほどから申し上げてそのベートーベンならではの既成概念を超えて新しいあの世界を切り開くというそれの,ねあの現れではないかなと思います。それとそのやっぱりこの「シラーの詩」というのとベートーベンは 非常にこう切っても切れないところがあると思うんですがこの「シラーの死に関する解釈というのはいろいろあるので私がここで講釈しても仕方がないんですけれどもでも一つの,あのーテーマというかまあ,あの意味の中にはやはり多くの人が結びつくえ多くの人たちが 思いを一つにするとか、えー、ある意味平等、えー、平和とか何かそういうような非常に強いメッセージというものをベートーヴェンが感じていたことは確かだと思います。でそういうメッセージはシラーの詩の中に紛れもなくあの書かれているわけでそうしますとベートーヴェンが先ほど申し上げたそのある意味難解なね 自分の世界を掘り下げたような深淵の世界で音楽を作っていたそのことはね多分ベートーベン自身がよーく分かってたと思うんですでその音楽が、えー、もしかしたら分かってくれる人には分かってもらえるけれどもある人たちにはこの自分の世界にはついてこらないかもしれないということも分かった上で作曲していたベートーベンが誰でも分かる。 聴いた時に一回聴いたらもう二度と忘れられないような分かりやすくてしかも歌いやすくて忘れられないようなメロディーをやっぱり使った使うっていうことはそのシラーの詩に曲をつけるっていう時の彼の大きなアイディアだったのではないかなと思います。ですから えそれでなんで合唱を使ったのかってその合唱をオーケストラと一緒に演奏するっていうことはオペラもそうですけどベートーベンも合唱幻想曲とかそれから合唱の曲もオペラの中でも書いてますし使っている技法なんですけれども合唱という演奏形態は多分今も昔も一般の人々にとっては非常に親しみやすいあの演奏形態だろうと思います。 特にヨーロッパではあの教会が社会のね宗教はあの密接に結びついてますから教会におけるあの合唱とかオルガンとかっていうものは多分我々よりもうんと身近にある音楽のスタイルですからですからベートーヴェンもその本当に多くの人に一番あの身近に感じられる合唱という演奏形態を 言ってみればそれほど普段はなじみがないその器楽のオーケストラだとかこれはやっぱり特別なコンサートに行かないとオーケストラの演奏っていうのは聴けないわけですからそういうあの演奏形態と結びつけることによってより,多くのより多くの人たちに身近にその音楽を感じてもらえるそういう音楽をね書きたかったんだろうと思います。それがゆえにその オーケストラと合唱付きというね。こういうあの作曲のスタイルを選択したんだろうと思います。それだけ単純なメロディーなので、うん、あの大学の楽しみ方っていうのは、やっぱりその聞くだけではなくて、歌える楽しみっていうのがあると思うんですね。でも本当にあの、誰もが楽器弾けなくても参加できるという意味では。だからベートーベン、やっぱりそういうことも意識、あの意識をして、ああいうあのシンプルなメロディーを。 持ってきたということなんでしょうかね。やっぱり。それは完全にそうだと思います。うんうん、あのー。やはり作曲家は、もうこれも。あのー、当たり前の話ですけれども。やっぱり作曲っていうのは。旋律。それとハーモニー、これハーモニーっていうのは結構ポイントなんですけれども。うん、あのー、それを、あのー、作り上げるっていうことには。 相当エネルギーを注ぎ込みますから、ですからベートーベンもあの喜びのテーマは多分練りに練ったと思いますね、練りに練った戦術だと思います。大工は日本では特にですけれども、あの一般市民の方がねえ合唱団で大工を歌ってくださるというケースが本当に一般的に普及してて、まあ日本全国えそして日本のプロの 楽団も基本アマチュアの合唱団の皆さんと一緒に演奏会をやるということがスタンダードになっています。まあ、その一方で今回あのこちらで演奏させていただくようなプロの合唱団とえ大工演奏する機会っていうのは実はそんなに多くないんですよね。えー、まあいろんな理由があるんですけれどもですから今回はそういう意味では東京根性合唱団っていうのは歴史のあるプロフェッショナルな 合唱団ですのでまあ本当にあの一流の素晴らしいメンバーが揃っている合唱団ですから私もとても楽しみなんです。うん、あの人数は少ないと思いますがそのアマチュアとプロの違いってまあこれも定義は何もないんですけれどもまあ,あのやはり声楽家としてのねトレーニングをあの日々相当若い頃から積んでいる人たちの。 あの声自体がねやっぱりだいぶ違うんですよですからその気持ちだとか音楽作りだとかいろんなことはアマチュアの皆さんでもお上手な方が大勢おられるんだけれども一人一人がやはり持っているあの声の質だとか声量だとかあるいはいろいろな技術的なことがねあのだいぶ違うところがあるのでそういう意味ではあの闘魂のね大工っていうのも皆さん楽しみに。 ぜひしていいいたただきたいと思います第一学章から第二学章第三学章そうですね,ね実はこの第一学章はあの調整がはっきりしないんですよ調整ははっきりしてるってまあ二単調とか、うん、あの D の D のね二調なんですけれども長調,調なのか単調なのか実ははっきりしないんですかなりの場所が。 で始まった時はもうまさにそうで長長の曲なのか短調の曲なのかよく分からない本当にミステリアスな不思議な曲です。えー、第一楽章長い楽章ですけれども途中も今申し上げた通りで長長に行ったり短調に行ったりあるいはどっちとも言えない部分がとっても多い作品です。 一楽章の本当の終わりのところになってはっきり「あ単調なんだ」これは、えーまあ、明るいくらいで言えば暗い曲なんだ、えー、嬉しい悲しいで言えば悲しい曲なんだということが本当の最後のところでダメのダメ押しのようにあの奏でられてくるんですけれどもそこまではいろんな色合いが出てきます。 ただあの非常に捉えどころがないというかミステリアスな楽章であることは間違いがないですね。うん、それから第二楽章は初演の時からとてもあの好評でお客さんが大変あの熱狂したという第二楽章の後にという記録は残っています。えー、ティンンパパニーが珍しいいぐらいのソロですよねパンパラン あのソロを何回も演奏することでも印象深い楽章ですけれどもでもこのスケルォもですね実は先ほどここからお話ししている8番までの交響曲のスケルォに比べると実に不思議なスケルォだと思います。あのメロディーって言ってもメロディーなんですけれどもこれもね 大工のスケルツだと思っっててみんなよく知ってますしもう何回も聞いてるから大工のスケルツォなんですけどもあれ最初に聞きますとねなんかそれこそメロディーがあるのかないのかあの不思議なスケルツォですよ。でこれもまあ真ん中にあのちょっと分かりやすい賛美歌のようなパストラールのような聞きやすい場所がありますけれどもでも あのトリオに入るまでのリズミカルな部分は。あのかなり過激な実験的なスケルツォの音楽だと思います。医学賞ってわりかし静かな曲が。それまで多かったですよね。あそうですね。医学賞、感情学賞。まあ、そこに、まあ、その。スケルツォ持ってくるっていう。あの配置もね。そうですけれども。ちょっとスケルツォとしても。 過激な学章かなかとそして次の第三楽章はもう皆さんも好きな方多いと思いますし私も大好きな楽章です。まあベートーベンが書いた美しい感情楽章の中でも、えー、本当に特に美しい楽章の一つだと思いますがでもこれも同じことばっかり言って申し訳ないけど今ベートーベンの「 第三楽章だって皆さんもよくご存知の方多いと思うそう思って聞きますのでねもう始まった時から第三楽章だなと思って聞くんですけどもおそらくね初めてあの曲を聴いた時にはあまりにも曲がこう大きくてどこまでが旋律で一つの旋律でどういう音楽なのかというのは、えー、捉えられないかもしれませんね初めて聞く人は、えー、いつ終わるかの いつ終わるかもわからないしどこへ行くのかもわからないし一つの旋律がここからここまでかっていうこともはっきり認識できないかもしれません、えー、そういう意味ではやはりその頃ベートーベンが書いてたベートーベンの深淵な、ね、創作をしてきたその世界の音楽をベートーベンは見事に書いたんだと思いますでこの第1楽章第2楽章第3楽章見事な 素晴らしい世界ですけどもそれをあの大音楽章でいきなり嵐のような音楽で始まってしかもさっきの単旋率って申し上げたあの,あの喜びのテーマだけじゃなくて最初にあのチェロとコントラバスがパンパンラララランパーンあのバリトンが出てくるのを先行してあの奏でるわけですけどもあそこからしてまあびっくり仰天ですよね。 えー、オーケストラでこんな歌歌手が一人で歌うようなことをチェロトコントラバスに演奏させて、まあ、何が起こったんだろうっていうまあとにかくびっくり仰天が続くわけですよね。そうしておいてもう誰でもわかるあの旋律をパンと持ってくることによってですから悪いことじゃないんですよその第一楽章から第3楽章まで寝てるっていうのは。 それで分かんないんですからよく聞いても分かんない音楽が続いててうんこれ何だろうと思ってた人たちがあの単成率が出てきた時にあこれなら分かると思ってあこれは聞けると思ってパッとこう耳が釘付けになるこれはねだからあのベートーベンのプランニングっていうかしらその計画としては企画としては本当に秀逸な企画だと思います。そここででみんなががが誰もがあの音楽を聞くことができる これだったら聴けるっていうふうに、ある意味最近の言葉で言えばキャッチーなあの音楽を作るわけですよね。だからこれもね見事なもんだと思います。でそこから入ってあとはもう最後までもう聴く人を離さないですよね。もうソーリストバリトンのソロが始まって合唱が入ってきて。 もう一気化成と言ってもいいと思います。途中にマーチがあったりね、行進曲があったり、えーまあ、ベートーベンの自分の持てる音楽と技術をもう全部投入して書いた、まあ、渾身の楽章と言ってもいいと思いますし、今お話申し上げたように第一楽章からこのフィナーレに至るまでの構成の見事さ、これはやっぱり だと思いま,すまあベートーヴェンがあのその革新的な作曲家としてこの書き上げた「大工交響曲」は特にそうですけれどもやっぱりその後世のね同時代の作曲家も含めてですけれども同業者というかしら音楽家作曲を志す人に与えたインパクトっていうのは計り知れないほど大きかったと思います。 あの一番大きい側面は何かと私が思うのはその先ほど申し上げたようにベッドートーヴェンがモーツァルトハイドンまでこうずっとまあバハヘンデルかバロック時代からつながってきたあの穏やかなね進化っていいますかそういうものをもう一気に崩したというからもう衝撃的ないろんな実験と自分のアイディアを。 作品に込めていったこの革新的なものの作り方っていうかしらクリエイターとしてのパワー姿勢これが実はその後の作曲家に与えた一番大きな影響だったんじゃないかなと私は思います。つまりり作曲家たるもの常に新しいいいい世界を切り開いていくべきだという何か みんなまあ、これはあの音楽家に限らずアーティストみんなそうかもしれませんけれどもやはり自分の前にいたアーティストとは違った新しい世界をなんとか作るということがアーティストとしての一番の使命でありやりがいであるというようなそのアーティストのクリエイターのスピリットっていいますかねクリエイターの精神というものを まあ、ベートーヴェンが果敢に示したで、それにみんな感銘を受けてが故にって言ってもいいかもしれません。そのベートーヴェン以降の作曲家というのは、やはりみんな自分のスタイル、自分ならではの音楽を切り開くっていうことに相当熱心だったと思いますね。あの音、楽家っていうのは実はあの。今も昔もベートーヴェンの時代もそうなんですけど、なかなか自立するっていうのが。 自立っていうのは経済的にの話で経済的に自立するというのは難しい職種でありましてでベートーベンはそこの意味でも見事に戦ったあの作曲家の一人なんです、まあ。自分の音楽家としての稼ぎだけで生計、えー、を立てるということにチャレンジした、えー、作曲家のパイオニアですねベートーベンは。そうしますと やはりどうやって収入を得るかっていうことにも相当不信して苦労もしてるんです。で、えー、多くの作曲家っていうかほとんど全部の作曲家はやはりキリヤカスミを送って、えー、人生を送れないので、何らかの形で収入を得るっていうことをみんな知ってるわけなんです。で、わ、えー、かりやすく言うとまあモーツァルトもそうだったし、それから例えばその頃からどん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 。 ヨーロッパ人を席巻した一番の収入源はオペラ作品ですねでオペラ作品は要するにエンターテインメントとして、えー、ヨーロッパではもう書くことのできない劇場文化っていうものがありましたからその劇場で売れる作品を書くということが実は一番大きな収入を得られる作曲家にとっては。ですからみんな 多くの作曲特にイタリア人の作曲家なんかもう職業作曲家としてあのその劇場用の作品を書くっていうことが一つのビジネスと自分の創作が表裏一,一体になった創作をずっとしていくわけですよねベルディにしてもロッシニにしてもプチニにしてもで。そういう流れの中でそのベートーベンも苦労しながら彼の場合はそのやっぱり自分の作品を出版社に売り込む。 それからパトロンからその支援金を獲得するそういうことにとっても熱心で、えー、まあ,あの一応ねあの人生をそれで、まあ、山あり谷ありだったみたいですけれども送ることができたそういう意味でも革新的な作曲家でその後世に続く作曲家もその辺のところをやっぱりみんなベートーベンに習ってその自立するっていうことと。 その収入をどう得るかってていうあたりはみんな苦労してますねそれで今ちょっと名前を出したそのイタリアのねベルディとかプッチニはもう本当に劇場作品書いて収入を得るわけですし、えー、それぞれのさっき言ったワーグナーは国王をパトロンにしたりねやっぱりその歌劇を書いたりいろんなことをして生計を立てていくわけですけれどもまあそういう意味で。 えー、その革新的な創作をするということと売れる作品を書くということのここの狭間でね多くの作曲家は戦っています。これは現代も同じですであえて言うとそのベートーベンが提起したっていうかしらその革新的な作品を書くということが、えー、現在もそのまま継承されてるんですけども。 20世紀に入ってかなり多くの作曲家がここで瞑想というか難しい時代に入ったことはもう歴史的事実だと思います。一番分かりやすいのは有名なのはあのシェーンベルグという作曲家がシェーンベルグが若い頃は実はあのリハルテ・シトラウスとかマーラーみたいな朝生の「のグレの歌」っていうねロマンティックな作品が有名ですけどもとってもロマンティックな 音楽をいいていた作曲家ですけれどもやはりそこにとどまっててはいけないんだという何か脅迫観念のようなアーティストたるものやっぱり次のステージを切り開かなければいけないっていう思いが強かったんだと思いますね。それでシェーンベルグは自らそれまでの、えー、いわゆる音楽の作り方っていうものを一回全部破壊して「十二本技法」っていう新しい 領域のの作曲法というももを開拓したわけけですけれどもやはりそのシェーンベルグが出てきたことによってシェーンベルグの時代の人それから後輩たちはやはりそのシェーンベルグのアーティストとしての姿勢というものに大変感銘を受けて実験的な前衛的な音楽を次々とあのチャレンジしていくわけですね。そそういういいい流れれはは実は今現在も続いていて、まあ、それが故に あの極端な前衛音楽とか現代音楽とか難解な音楽がたくさん出てきてしまったというこれも事実があると思います。その一方でやっぱりいつの時代も、えー、ビジネスとして成り立つ音楽というものがこれはもう普遍的にいつの時代も続いているわけで、えー、多くの,あの作曲家がその辺のバランスを取ることにとても苦労しながら、えー、なんとか 生活をつないでいるってまあ音楽家はやっぱり大変ですねみんなね <laughs> 特にあの作曲家の人たちはあの本当脱線してしまいますけど多分今ね世界中の作曲家で日本の作曲家も含めてあの一番裕福な人たちはね時代時代っていうのはねどん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 変わっていってお面白いもんですね。東京芸大を始めする アカデミックなきちんとした教育を全部受けた上で、えー、ゲーム音楽を書いている人も少なからずいるし、うん、その一方で音楽理論とかそういうの全く勉強もしなかったけども子どもの頃からパソコンであの打ち込みでいろんな音楽できるでこういう人も同じ土俵にいるっていうところがね、うん、今の。 音楽界のまあ難しいところっていうか素晴らしいところっていうか今までのそれこそ既成概念ではねこう,説明できな,いような世界に音楽が入ってきてきいますねあともう一つこれももう余談ですけれども、はいええ、作曲家について私も今日はそれなりに語りましたけれども、はい、作曲家自身はねあのいろんな人に自分のことこんなに語られるとは誰も思ってないと思いますよ。あ<ー>うん これは、ね、今も昔も昔同じだと思いますあの例えばあのもちろんねベートーベンぐらいの人になるとその時代の人からベートーベンはこういう人だったこういうことをしたこういうことを言ったこんな生活してたとかって証言できる人は、まあ、大勢いるわけですけれどもでもこの人がこういう人だったって説明したり言える人なんて一人もいるわけないですよ。 で私もあのいろんな作曲家の人とあの交流があるし、えー、人と内容を知ってる人もたくさんいますけれどもでもその人と作品というのはまた別個なもので、えー、出来上がった作品はやっぱりその作品のみでね語られていいんですよ。自分の創作第一じゃないかなと。うん 思います今日はマエストローがいらっしゃってるのでせっかくなので皆様からのちょっと質問もうちょっと受け付けたいなと思うんですけれどもいやこれはねあのいいご質問でやっぱり音楽だとかそのコンサートホールとか劇場っていうものの,その社会とのつながりっていうかしらその社会の中でどういうその位置に 今申し上げたようなものがあるのかっていうことは時代ととかか地域によっってててなり変わってきてると思いる思ます。ある意味やっぱり音楽会を聴きに行くとかホールに行くとかっていうことは今日来てくださってる皆さんのようにやっぱりそ,のそれを聴きに来てくださる足を運んでくださる方があって成立するものなんですよね。そうしますと、 そういうその小さい単位で言うとその市民生活の中とその音楽とか劇場ホールイベントっていうものがやっぱりどれぐらいね結びついてるかっていうことがもういろはのいい根本の根本ででそういうその関係をお互いがまあウィンウィンっていうか本当に求め求められという形でね えー、作っていくっていうことがやっぱり何よりも実は大事なことだと思います。それでそのベートーベンの時代のコンサートベートーベンの時代だけではなくてかなり長い間コンサートのプログラムってものすごく長いんですよ本当にあに。運命が初演された時も田園と運命とその他にね何か何曲もやってるんですよ。時間的に言うとね日本のお相撲や歌舞伎みたいなもんで。うん えー、午後から夜までずっと、えー、ステージで何か演目をやりっぱなしあの寄せなんかもそうだと思うんですけどずっとでそれの一つの理由は他にエンターテインメントがあんまりない時代ですよね多分。映画もテレビもラジオも何にもないレコードも何にもない時代ですから人々がその出かけていって何か楽しむっていうのは劇場はもう本当に大きな場所だった。 わけですね実際のヨーロッパの劇場っていうのはかなり大きい街でも1,000席あったら大劇場でだいたい300席から500席ここの ホールぐらいの劇場は大きい方かもしれませんね。もうちょっとちっちゃい劇場が圧倒的に多いんですよ。かなり有名な劇場でも、つまりイメージとしては今すっかりなくなっちゃいましたけども、どこの街にでもある映画館っていうのがあったんですよ。それがオペラ劇場、劇場でそういうところでそのオペラ文化が花開いていって、えー、交流を極めたんです。で、そのいう下地の中で。 特別大きい街の特別大きい劇場が先ほど申し上げたような大劇場であったわけですけどこれはこれであの素晴らしい歴史ですけれどもねですから音楽界も今申し上げたようにあの多分半日とか一日ずっとみんながそこに行って 出たり入ったりしながらこの曲がつまんないから聴かなくてもいいやって思ったり出たり入ったりしながら演奏会をやってたんだろうと思います。で、そういう形式がやはり時代とともにだんだん変わってきて、で今はやっぱり夜の時間帯だけその2時間から2時間に集約してコンサート聴くとかっていうことが一般的になってきたので、えー、ま大工の場合も大工だけで1時間15分20分 あのオーソドックスなスだとかかりますのでねですから、えー、大工一曲でも十分プログラム成り立つますしそれからまあその前にねあのよくあるようにちょっと小さい10曲を入れるぐらいが今の現代の,あのコンサートにはふさわしいかなとそれと話がちょっとどちらかっちゃってますけどもそのいわゆる地域でのそういう,う文化活動の在り方っていうのはこれね 本当に大事な視点だと思いましてそういうものがいかに充実しているかっていうことがあのその町のひいてはその国の,あの文化活動がどれくらい豊かなものかっていう証になると思うんです。ですから東京や大阪や長屋のようなね大都会だと。 もちろん大きいホールがあってみんながそこに集中するっていうことは今までずっとそれが繰り返されてきたわけなんですけれどもでも翻って考えてみるとそういうものの原点っていうのはやっぱりそこで暮らす人そこで生活している一般市民の人たちがどれくらいそこの劇場とか催し物に興味を持って生活に密着して生きやすく聞きやすく 聞き応えのあるそういう生活ができるかそういう関係が築けているかっていうことこれが一番大事なことなのでえこういうあのいわゆるローカルなって言っていいかどうか分からないけども地域の中でのコミュニティでどれぐらい充実した時間をステージとお客様が作れるかっていうことはこれはねあのこれからの日本は特にどんどん 追求していいくべき時代に入ったんだと思いますですからとても今日はねあのこれだけ大勢の皆さんに来てくださって嬉しいですこの修復する歓喜っていうのはそのこちらの,あの豊中市立文化芸術センターのスタッフの方が年間通して考えられてましてですね喜怒哀楽を、えー、とテーマに4回のコンサートを作られてまして今回これ3回目なんですねであの歓喜ですので喜怒哀楽のーになりますで えー、修復する換気これはでは実はあのこれとは別にあの物語が必ず用意されてるんですねで過去2回もあの当日のパンフレットには入ってますしあと広報誌にも、えー、と事前にあの告知されるんですけれどもちらっとお伺いしたのはやはりコロナ禍というのが一つテーマとなって、えー、修復という言葉が多分現れてきているということだと思うんですがこの修復する換気というものとその、えー 事前に配られている物語ですねストーリーを読んでいただいて実際に当日オートマエストロの奏でる大句というのを合わせて聴いていただいてというこういう、ね、非常に立体的な企画がこの豊中から生ま,れようとして生まれてきているんですねそれが素晴らしいという話を先ほどマエストロもお話しされたようにですけれども。 ちょっとあまりないですねあの前回あの指揮された角田さんも大絶賛してました面白いとですからそういうことを今豊中のホールからえと発信してえっていうところをあえてえと皆様にはお伝えしておこうということででもね<っ>あの面白がっていただくといいんだと思うんですそれでそれぞれのね劇場で企画を担当している人たちはね本当に あの知恵を絞って労力を惜しまずいかにしたら、ね、その地域の皆さんが、えー、ホールでいい時間を、ねえー、過ごしていただけるかということに不信しながら、ね、試行錯誤しているんです当たる作品ばっかりじゃないんですよもう失敗作が当たる作品の裏にもうどれほどあることかあのベトベンだって皆さんが知らない曲の方が <laughs> 実は圧倒的に多いんであのでモーツァルトもそうです ですからその劇場がプロデュースする企画もそれはねあの面白いのもあればねどうかなっていうのもねこれはもう必ずあるんですけども、えー、これはね演奏をやっていて私は指揮者ですけれども指揮者だったらプレイヤーの人とのやっぱりキャッチボール、えー、その頂上発疹のこっちがボールを投げるだけじゃなくて指揮者が指揮してみんなを引っ張るっていうんじゃなくて。 向こうからのレスポンスとこっちがまたそれに返すっていうそのやり取りがあることによってそこに本当にいいエネルギーが出てくるんですよ。この豊中のホールもねここのスタッフの人たちはあの相当頑張って面白いミステリアスな <laughs> 企画も考えてやってるでそれをまあ,あの皆さんがね楽しんでいただいて。 それでこれは良かったとかこれはどうもよく分かんなかったとかそういうのでもね返してあげるといいと思うんです。でとにかくでもあのここで何か面白い時間が過ごせてると家にいるよりはここに来て何か良かったなということがね継続していくとそこでやっとこの地域での,その劇場と市民の結びつきっていうのが活発になってきて。 いい時間が生まれてくる今はねこれがね本当に生まれにくい時代になってしまってこれはもう世界中の音楽界それからいわゆるパフォーミングアーツがあの,柔軟の時代にに入ってるんです本当にあの今,今現在はね多分これは私個人は寄り戻しが来てそれが何十年後なのか数年後なのか全然分かんないんですけどもいずれみんなやっぱり。 人々が集まって一緒に笑ったり感動したり涙流したりするのが素晴らしいよねっていうことに戻ってくる時代があの来ると思うんですだから必ず劇場に人々がやっぱり集って戻ってくる時代っていうのは来てほしいと思うしそういうことのいろんな試行錯誤をあのこのホールは少なくとも相当果敢にやってますから皆さんに応援していただいて 今度の演奏会も私もあの全力で取り組みますので、えー、センチュリー高級楽団もね本当にいい楽団私はもたまにしか共演しないんですけどでも実はもう団が発足した直後ぐらいに定期に読んでもらってあの演奏会をやってもう何十年になるんですかねあの長い付き合いのオーケストラですからあのとても楽しみそれから闘魂とは時々 あの、おけすらつきの合唱部分でご一緒したりしますけれども、大工、あの、ご一緒するの初めてなんで、とても楽しみにしてますので、ぜひあの。皆様なるべく多くの方をお誘い合わせの上、あの、いらしていただければ嬉しいです。この前日が前、それは、あの、闘魂のコンサート。そうなんです。でね、あの、合唱団の定期演奏会って、私今まで、えー。出演したことがないので、本当にこれはピアノの伴奏での。うんうん あの合唱団の定期演奏会ですけれども、えー、これは大工から話がそれてしまいますがあのなかなか興味深いプログラムで三枝重明さんの新作も含まれてますあとグスタフ・ホルストのねあの惑星で有名なホルストの合唱曲とか木下真紀子さんというあの女性の作曲家ですけれども声楽の曲それから合唱の曲では名作がたくさんある作曲家の 作品、えー、とてもバラエティーに富んでます。池上さの彼方は超有名なそうですね。はい、いうすどうも皆さ今日はどうもありがとうございました。えっとせっかくあのですので、あのー、12月の11日、えー、ぜひとも、えー、マヤストロと式典する、えー、大久保、えー、皆様ぜひとも来ていただきたいと思います。で前日は東京のえっ、ー、と定見大阪定演奏会もございます。そちらの方も合わせてよろしくどうぞお願いいたします。どうも今日はマヤストロどうもお忙しいのにありがとうございました。